Wikipedia English writes about Japanese haniwa as follows. The haniwa are terracotta figures that are made for ritual use and buried with the dead as funerary objects during the Kofun period, 3rd to 6th centuries AD, of the history of Japan. Haniwa were created according to the Wazumi technique in which mounds of coiled clay were built up to shape the figure layer by layer. During the Kofun period, a highly aristocratic society with militaristic rulers developed. The cavalry wore iron armor carried swords and other weapons and used advanced military measures like those of northeast asia many of them are represented in hanewa figurines for funerary purposes Wikipedia page of english version of hanewa 葬儀用のためのものであったと説明されています。前方後円墳は墓であったという説に基づくものだと私、林宏は考えています。が、本当にそうでしょうか埴輪はもう少し広い視点で考えるべきではないでしょうか広志林、浜松、ジャパン。 Just suppose you are now walking somewhere on a planet where its gravity is twice or three times as much as that of this planet, the Earth. You would inevitably need a power-assisted walking device to walk on that planet. You need it. So do extraterrestrials on this planet, the Earth. And this is why deities in ancient times wore the device, and here you see some of this evidence in relief. You can see an opening between his real leg and a walking device, an opening through which you can see his mantle-like costume between them. They needed it because they needed it to walk on this planet. the earth 今皆さんに古代の神々が使っていた歩行補助装置をご覧いただいています。広し早市ハママシティジャパン黄色い部分が古代の神々の足です。左の赤い部分が歩行補助装置です。その間に 隙間があり、その向こうの衣服の一部が見えます。横じわも一致します。えつまり、古代の神々はですね、この地球上では歩行補助装置を使っていました。えつまり、歩行補助装置を必要としていました。これからそれについて詳しく説明しますが、この赤い部分が歩行補助装置。 ということになります。注意深くご覧ください。右が現在人間が使っている歩行補助装置です。林博は歩行補助装置と判断しました。by 林博士説です。 今日のテーマは、ストダーナガウタマです。一般にこれは苦行中のブタと呼ばれていますが、ブタではありません。台座のところにゾラスター教の神事が彫り込まれています。このストダーナガウタマ像は何体か残っています。どうも人間離れしているようですね。まあ、異様な骨格。 それに、まあ、ガリガリに痩せています。これが一般に苦行中のブッダと呼ばれている像ですけども、これはブッダのお父さんのストーダーナ・ガウタマです。ペルセポリスの碑文にその名が刻まれています。ヘロドトスの歴史の中にもその名前が出てきます。ストーダーナ・ガウタマすなわち、 私たちがブッダと呼んでいるシッタールタゴータマ、ペルシャメ、セッターアルタゴータマのお父さんということになります。このストアダナゴータマの像は、まあ、見るからに普通ではありませんね。それから指の形がどうも普通ではないように思います。折れているのかなと思いましたけども、皆共通して同じように表現されています。つまりこれは、折れて いるのではなくて、こういう指を持っていたということになります。謎が深まります。で、さらに今度は足を見てみます。いくら痩せていても、このようなパイプのような足になるとは、私には考えられません。細いというよりも、パイプみたいですね。上が実際に座禅をしている方の 足です。下もそうです。比較してみてください。どこかおかしいんですよね。いわゆる足の先がないということになります。まあもっともこれはそうかなと、そのようにも見えるかなというふうにも判断できるわけです。で、立ててみました。で、実際の足と比べてみました。まあ、90度回転しているというか、 親指の位置が逆になっているようにも見えます。まあ、これも、まあ、そうかな、というレベルの話かもしれません。で、これは後で説明しますが、アフラマズダーの像です。右に、向かって右にいるのがアフラマズダーです。このアフラマズダーは、今、馬にまたがってますけども、その足に注意してください。足の先が丸くなっています。いわゆる、私たちが 私たち人間のですね、え、足とは形が違うということですね。で、折れている、あるいは、まあ、ということも考えられますが、綺麗に丸く成形されている点に注意してください。つまり、これがアフラ・マズダーの足ということになります。先ほどのストーダーナ・ゴウタマの足と、どこか似ているような印象を私は持ちました。 確認しておきます。向かって右に表現されているのがアフラ・マズダーです。そしてその左にいるのがササンチのアルダシール王です。今、アルダシール王はアフラ・マズダーから王権のシンボルであるリボン付きの王権リングを渡されています。ついでですけど一番左にいるのがミトラということになります。で、このアフラ・マズダーですけども、 足が、ま、あ人間の足とは違うということです。注意深くご覧ください。そうじて言えば、古代の神々はオーバーオールヘルメットをかぶっていました。すっぽり型のヘルメットです。 で、このアフラ・マズダーの像についてもそれが言えます。一見すると人間の顔のように見えますが、これはオーバー・オール・ヘルメットです。左のようなオーバー・オール・ヘルメットがペルシャ各地で見つかっています。左はこれはニネフェで見つかったオーバー・オール・ヘルメットです。古代の神々はこのような、まあ、ヘルメットをかぶって人間と接していたと考えられます。 ま、その理由は、もう皆さんお分かりですね。まあ、こうしたオーバーオールヘルメットを被らなければならないような、まあ、様相をしていたということになります。少し話は脇道にそれますが、このアフラマズダー像に注意してください。真剣を表す、まあ、クと呼ばれる、 棒を持っています。いわゆる地球の支配者という意味です。王権はその土地の支配者という意味です。右は長野県の井戸尻考古館に展示されている土偶の一部です。現地では土器ということになっていますが注意深く比較してみると、その両者は大変よく似ているというレベルを超えて同じということがわかります。そして中央は これはアフガニスタンで見つかったコスチュームです。神々はこのような、まあ、ローブのようなものを身につけていたということになります。三者が共通しています。つまりこれが神々のコスチュームということになります。それが井戸尻高校館の土器なるものに表現されているということです。が、今日のポイントはここではありません。その手を見ていただきたいと思います。 くるくるくるっと巻いて、指がありませんね。ここに注意してください。右は、ニンフルサーグの、まあ、土偶ですね、えー。手の先を見てください。指は3本に分かれているように見えます。そして、同じようにくるくるっと巻いています。つまり、左は、これは土器ではなくて、土偶の一部だということになります。そして、それ、先ほどのアフラマザーの、 ま、手と比べていくと、み、いますとですね、皆さんは違うじゃないかと思われるかもしれませんけども、しかし、足の方は同じということになります。えつまり、このような形でですね、手も、ひょっとしたら、何かの義手をはめているものと、林博士は考えています。足がその証拠です。この足は繰り返しますが、折れているのではありません。明らかに丸く成形してあります。ここが重要ですから、確認してください。 古代の神々はですね、このような足をしていた、イコール地上を自分の足では歩くことができなかったということになります。右が実際のあぶみに乗せた足です。その違いを比較してください。そして上はアフラマズザー像ですけども、このアフラマズザーはですね、何かの乗り物に乗っているかのようにも見えますが、しかし、 まあ足の部分がですね、何かしら同じように表現されているように思います。細く、まあひょろっとした足ということになります。そしてそのコンセプトがですね、ニンフルサングの像の手、そして、イド尻考古館に展示されている土器なるもの、すなわち土偶の一部の手とコンセプトが一致しているということです。で、その、まあコンセプトがですね、ニムルードに残るこのレリーフの足と一致していきます。えつまり、古代の神々は、 こうした歩行補助装置を身につけていたということになります。まあ、ここが重要ですから、もう一度確認していただきます。ニムルードに残るレリーフです。で、今度は手を見ていただきたいんですけどもね。この手も、やはり何らかの補助装置、動力補助装置をつけていたものと思われます。まあ、この白いっ言いますか、右の黄色い部分が、ま、元の手。そしてこの赤い部分がやはり、いわゆるま、補助装置ということになります。 まあ、林弘氏はそのように判断しました。つまり手と足はですね、同じようにまあ表現されているということになります。ニムルードに残るレリーフです。もう一度見てください。反対側の手で今度は比較してみます。やはり同じように人間にはない深いくぼみが中央に縦に走っています。この黄色い部分が本来の手、そして赤い部分が補助装置であると判断できます。 足と連動して考えていただきたいと思います。このように古代の神々はですね、足と手に動力補助装置をつけていたということになります。動力補助装置をつけていたということになります。ついでに、ダメ押し的にもう一つ事実を話しておきたいと思います。 今このレディーフを皆さんに検証していただいていますけども右がアフラマズダそして左がアルダシール王ということになりますそのアルダシール王の足もやはり丸く収められていますそしてまあ馬に比してですね体が大きいですねもう足がですね地面すれせのところまで届いていますえつまりアルダシール王もですねやはりまあ神に近いハイブリッド型の ま、人間であったというふうに、私、林宏士は判断しています。えつまり、このような形でですね、神々は金剛詩を作って、まあ、地球を支配していたということになります。繰り返しますが、今、アフラ・マズダーがですね、アルダ・シール王に渡しているのは、王権のシンボルである、リボン付きの王権リングです。日本の前方後円墳の基本形になったと、私、林宏士は考えています。そして、その足がですね、右のニンフルサングの足と一致していきます。 ニンフルサングの手に注意してください。くるくるっと巻いていますね。そして足の先には、いわゆる足がありません。注意して比較してみてください。もう一度確認してください。ここが今日の重要なポイントということになります。ネムルードに残るレリーフです。サンダルを履いています。 緑に着色してみました。そして黄色い部分が足ということになります。そして赤い部分が、いわゆる歩行補助装置ということになります。動力付きの歩行補助装置ということになります。そしてその間には隙間があり、向こうのですね、その向こうの衣服の一部が透けて見えます。確認してくださいね。で、これは歩行補助装置であると、私、早い印は判断しました。他にも似たような レリーフがいくつか残っています。このレリーフもそうです。やはり足と歩行補助装置の間には隙間があり、その向こうの衣服の一部が見えています。同じコンセプトですね。で、さらに、まあ、こうした像も他にあります。この像もやはり歩行補助装置をつけていると思われますけども、はっきりしませんが、膝を比較してみてください。同じ膝です。 私たちがブッダと呼んでいるシッターアルタゴータマスなわちペルシャメ、セッターアルタゴータマのお父さんのストダーナガウタマです。題材のところにゾラスター教の真事の様子が表現されているのがその証拠の一つということになります。このストダーナゴータマスなわちブッダのお父さんの骨格ですけども、どこか人間離れしてますね。で、そうした像が何体か残ってますけども、顔が、まあ人間とは違うということですね。 意深くご覧ください。右がですね、わかりやすいので、その像を使いますけども、頭部だけのストダーナゴウタマ像です。左は体だけのストダーナガウタマ像です。で、右の像を見ていただきたいと思うんですけども、目の中に目があります。つまりこれも私はオーバーオルオールヘルメットの一つであると考えています。下まぶたが目の中にもう一つあります。いくら痩せても、 このように二重のひたまぶたがあになるということはありえません。まあこれも一つの根拠ということですけれども、ストダナゴウタマは少なくとも私たちのような人間ではなかったということです。で、私林宏氏はですね、ストダナゴウタマも 神ですから、手と足を調べれば、その証拠が見つかるのではないかと考えました。そして、この、いわゆる、苦行中のブッダと呼ばれている像、すなわち、人だなゴータマの像を調べれば、それがわかるのではないかと考えました。で、この手を調べたわけですけども、まあ、どこか人間っぽくて、しかし似てひなりという感じがします。まあ、この像だけでは何とも言えません。 えー、異様に細いという点でですね、えー、ニムルードのあのレリーフの像と似ていると思います。そして足なんですね。異様に細いということです。まるでパイプのようになっているということですね。いくら痩せても、まあ、このような足になったのでは、もう歩くことさえできなかったのではないでしょうか。あるいは本当にこのような細,細い足を ししていたのかもしれませんそしてこ、ここに申し訳程度に赤い間のところにですね、足が、足の一部が、外に出ています。しかし、この足もよく見ると、おかしいんですよね。で、その足と、先ほどのアフラ・マズダーの足と比べてみますと、どこかやはり、そのコンセプトが似ているということになります。断言はできませんけれども、疑惑が膨らみます。 と言っても、その確たる証拠ということにはなりませんでした。左が、まあ、いわゆる、ストダナゴタマの像です。右がアフラ・マズダーの像です。いわゆる私は、左はですね、ここにも書きましたように、いわゆる義足であるのではないかと疑っています。あくまでも疑いですけども、それが今日のこの動画の結論ということになります。 続いて、歩行補助装置について詳しく説明します。日本の土偶は掃除で皆、その歩行補助装置を身につけていました。Bye for now. The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something your mind knows is a lie. Shannon L. a l d 一番混乱するときというのはね、心の中で嘘と知っていることを自分に言って納得させるときだよ。Shannon L. a l d Common sense is what tells us the Earth is flat. ヒトバトチェイス。地球は平らだと言ってごらん。それが常識の中身だよ。ヒトバトチェイス。It was not curiosity that killed the goose. Who laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense?E.A.Vocannery。金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識をむさぼりく、貪欲さだったんだよ。E.A.Vocannery。ブキャネリ Common sense ain't common. Will Rogers. Jolystick Will Rogers. Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be. ハリエット・ビッチャースター。常識というのはね、物事をあるがままに見ることだよ。そしてそれがあるべきようにそれをすることだよ。ハリエット・ビッチャースター。Common sense is judgment without reflection shared by An entire class, an entire nation, or the entire human race. ギャム・バチスタ・ヴィコ。常識などというものはね、考えないで物を判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャム・バチスタ・ヴィコ。 Common sense is part of the homemade ideology of those who have been deployed of fundamental learning of those who have been kept ignorant. John Berger 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね。ジョン バーガー, sense is a of by age ー常識などというものはねその人が18歳の時までに持った偏見の塊だよアルバート・アインシュタイン Common sense is a convenient tool with which we can skip our reflection. ヒロシ、林。常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。林、ヒロシ。 まず皆さんにアフラマズダーのレリーフを見ていただきます。向かって右側、真剣を表す棒、つまり尺を持っているのがアフラマズダーです。そのアフラマズダーの足に注意してください。どこかおかしいですね。脚部がですね、そのまま丸くなって終わっています。つまり、 私たちが言うですね、足がありません。上は人間が馬にまたがった様子を描いたものです。あぶみが描かれています。そして足があります。しかし、アフラ・マズダーの足には、つまり足がありません。これがアフラ・マズダーの実像ということになります。大切なことは、あるがままに それを受け入れていくということではないでしょうか。みんなバビロニアで見つかっている土偶だと思いますけども、やはり足が同じように表現されています。足がありません。大切なことは、まずそこにある事実をあるがままに認め、その上で物事を考えていくということではないでしょうか。 同じような像が日本でも作られていました。埴輪です。手の先を見てください。スーッと流れて終わってますね。そして関節がないように見えます。同じような像がエジプトでも作られています。やはり手の先がスーッと流れて終わっています。まあ、こうした像を見たときにですね、 こうした像は芸術家のクリエイティブなマインドによって作られたと考えてしまうのはどうかと思います。つまり同じような像が世界中で見つかっているということです。まあ、こうした事実をですね、積み重ねてその中から合理的な理論を引き出していく。それが大切だと私は考えます。 で、足も同じようにスーッと流れて終わっていると考えるのはごく自然なことだと思います。手と足は同じように作られているということになります。そして、一番右の埴輪へと袖がつながっています。注意深くご覧ください。 そこで少し掘り下げて考えてみます。先ほどのアフラマザーのレリーフです。向かって右側にいるのがアフラマザー。そして手に真剣を表す尺を持っています。それで中央にいるのがアルダシール一世王ですね。で、今度はそのアフラマザーが持っている和、つまり王剣を表すリングに注意してください。 リボン付きのリングです。王権リングですね。で、これを渡された王は、その土地を支配できるということになります。そのシンボルが、この王権リングということになります。まあ、短冊といいますか、リボンのようなものが付いていたと考えられます。で、これは、コスロー2世、ペルシア帝国最後の王と言われていますけども、中央にそのコスロー2世が 彫刻されています。そして、やはり同じように、この場合は向かって右側の穴引いたから、王権リングを渡されています。この王権リングに注意してください。大変精緻に彫刻されています。そして、そのと同じリングが、長野県の糸尻の高校館にある土器ということになってますけれども、土器の最上部に彫られています。全く同じです。和というよりも、 螺旋形の輪ということになります。形も、そして模様も同じです。すなわち、長野県の糸尻の考古館に展示してあるこれは、土器ではなく、土偶の一部だということになります。で、この王剣リングは、どうやら、頭の後ろにつけて、まあ、飾った、飾られたようです。アフラーマズダーの頭の後ろを見てください。同じような短冊が、 後部に流れているのがわかりますつまり、王権リング。リボン付きの王権リングはこのようにして頭の後ろにつけたということですね。そのコンセプトは、右側の井戸陣の高校館にあります土器なる土偶のコンセプトと一致します。そして、一風変わったローブのようなものを身につけています。そして、頭の横にはポコンポコンと髪の毛まで表現されていますが、その手を見ていただきたいと思います。 手のひらがなく、やはりくるくるくるっと巻いています。そしてその形は、先ほどお見せしましたアフラマズダーの足と同じです。比較してみてください。いわゆる脚部はあるんですけども、足の、足がないわけですね。日本語では両方とも足と言いますけども、足がないわけです。つまりレッグはありますけども、フットがないわけです。こうしてつながっていくわけです。つまり、左がアフラマズダーであるならば、 右の、まあ、この、土偶もですね、アフラ・マズダーの一部と考えるのが、自然ということになります。もう一度、この、井戸尻、考古館にあります、像を見てください。このような形になっているんですね。そして手の先を見てください。くるっと巻いています。バビロニアで見つかった像と一致します。これが、事実なんですね。 そしてもう一度比べていただきます。左がアフラマズダを表したリ,リーフです。そして右が日本にある糸尻の考古館にある土器、土偶ですね。そして頭の部分もあります。ただし、これは日本では香炉となっていますけども、これは逆さまに置いてあります。そして頭を比較してみてください。顔が一致します。つまり右の 土器なるものは土器ではなくて、二、えー、つ一組の土偶であるということを示します。そしてそれはまさしくアフラマザーということになります。繰り返します。日本ではこのように展示してあります。何でもかんでも逆さまに置くのが日本の風習のようです。それはともかくも、これをこのように据え付けてみますと、ちょうど大きさもぴったりと合います。そして、 その姿はアフラマズダーということになります。そしてその井戸尻高校館にある像と大変よく似た像がエジプトでも見つかっています。ギザ高原でこのようなアーティファクトが見つかっています。異様に大きな目、細い顎、 細い首、あるいは生命維持装置のようなものであったかもしれません。で、比較してみますと、作り方、形が大変よく似ているのがわかります。中央に、まあ、鼻ですよね。左の方は私はマスクであると判断しています、えー。後でこれ紹介しますけども、いわゆる釈迦堂でも同じような、まあ、香炉が見つかっています。 航路なんかではありませんね。その証拠に右のゲザ高原で見つかっているこのアーティファクトの横にはこのような謎めいた物体が彫刻されています。これは誰が見ても、誰が見ても UFO ですね。今でいう UFO です。つまり、このような形で右のアーティファクトはですね、人間ではない。つまり、 エイリアンであるということを示しています。そして一番左が釈迦堂でに展示してあります。やはり航炉ということになりますけれども、これは航炉ではありませんね。逆さまにしてみますと、右二つのアーティファクトと大変よく似ているのがわかります。そしてこのように置き直してみますと、それはそのまま右のレリーフのアフラーマズダーのそれと一致します。 つまり、井戸尻高校館に飾られている、この土器なるものは、アフラマズダーそのものであるということになります。ただ、レリーフなどによればですね、オーバーオールのヘルメットをかぶった像で描かれることが多いです。そして、左は、これは甲府の県立高校博物館に展示してあります像ですけども、やはり髪の毛の 表現の仕方などが一致します。そして頭の後ろには、いわゆるオーケンリングが表現されています。つまり、古代の神々には手のひらがなかったということになります。同時に足もなかったということになります。これはニムルードに残るレリーフですけども、そのため古代の神々は、例えば、 歩くときには歩行補助装置を必要としたということになります。これが歩行補助装置です。今赤枠で囲ったのがサンダルです。そしてこの黄色い部分が本来の足ということになります。そしてふくらはぎの部分は歩行補助装置ということになります。異様に細い足であったということですね。これ赤い部分が歩行補助装置。 であったと考えられます。その証拠に、その間には隙間があり、その向こうの衣服がそのままあ透けて見えます。この赤枠の部分に注意してください。黄色い部分が本来の足であり、赤い部分が歩行補助装置ということになります。そしてその向こうに衣服の一部が見えて、見えています。横線も一致している点に注意してください。えつまり、古代の神々は、 このような歩行補助装置を必要としたということです。その理由はもうわかりですね。先ほどお見せしましたように、まあ人間でいうフットそのものがありません。ですから歩行補助装置を必要としたということになります。この事実をどうか皆さん軽く考えないでください。つまり古代の神々が何であったかを知る大変 重要な手がかりとなる事実です。そしてこれが現在人間が使っている歩行補助装置です。で、アフラマズダーの話をしておきたいと思います。これはペルセポリスに残る世界最古のアフラマズダーのレリーフです。アフラマズダーですけども、 これは乗り物なのか、それともアフラマウザーの羽なのか判断しかねています。上がホルス。まあ、エジプトの神ですけども、ホルスです。下がアフラマウザーです。同じコンセプトで作られているのがわかります。まあ、船であるにせよ。これ3人乗ってるのも表現されてるんですね。バビロニアで見つかっているレディフにはそういうものがあります。ですから、 これ全体が船であったのか、それともアフラマズダー自身についていた羽なのか判断しかれますけれども、まあ、ともかくもアフラマズダーの下のくるくるっと巻いたのが私は足のように思います。つまり、まあ、それを象徴的にですね、このような形で今赤丸つけましたけれども、表現してあるのではないかと私、林博氏は考えています。ともかくも少なくとも言えることはですね、アフラマズダーは左の ような歩行補助装置なくしては、この地球上を歩くことができなかったということになります。あるいはアフラ・マズダーの名を使った古代の神々、いわゆるまあエイリアンであった可能性もあります。その部分についても判断しかねていますけれども、要するにこうして並べてみていただきますと、まあ、異様に細い足が共通点、共通性を持って表現されているということですね。そしてその様子がこうした まあ、レリーフの中にも表現されていいるということです。この足の部分を注意深くご覧ください。これが皆さん事実だということですね。そして同時に冒頭で言いましたように私たちの持っている常識をですね、一度ひっくり返して考えてみる必要があるということです。そういった意味でもう一度この動画を皆さんにご覧いただきました。続いて三性体のご覧いただきました。 アーティファクトの画像について考えてみます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about San Sing Tui. According to a legend in China, the Finan Chi, or fuzok in Japanese, relates Nu and Fusi to the time when heaven and earth were in disruption as follows going back to more ancient times, the four pillars were broken, the nine prophecies were in tatters, heaven did not completely cover earth, did not herd up heaven all the way around its circumference, Fires blazed out of control and could not be extinguished, water flooded in great expanses and would not recede. Ferocious animals ate blameless people, predatory birds snatched the elderly and the weak. Thereupon, Nuo smitted together five colored stones in order to patch up the azure sky, cut off the legs of the great turtle to set them up as the four pillars, kill the black dragon to provide relief for g province. And piled up reeds and cinders to stop the surging waters. The Azure sky was patched, the four pillars were set up, the surging waters were drained, the province of Ji were tranquil, crafty vermin died off, brahmin's people preserved their lives. This is the beginning of the history of China, as well as the history of human beings. ジョカは古代中国神話に登場する土と縄で人類を創造したとされる女神を言います。姿は頭は人間、体は蛇と描写されています。副儀とは兄、妹、または夫婦と考えられています。祖地天文にはジョカ以前には人はいなかったと書かれており、人間を作った創造神と考えられています。五感時代に編集された 風俗通によると、オード、つまり、黄色い土をこねて作った人間がキ人つまり、尊い人であり、数を増やすため、縄で泥を跳ね上げた飛沫から生まれた人間が、凡庸な人であると考えられています。また、70回生き返ることもあり、農業神としての性格も持っています。次のような伝説が残っています。遠い遠い昔、天を支える四極の 中、つまり柱が傾いて世界が裂けた。天は上空からずれてしまい、地もすべてを乗せたままではいられなくなった。火災や洪水が止まず、猛獣ともが人を襲い食う破滅的な状態となった。除火は五色の石で天を補修し、大亀の足で支柱に変え、黒竜の体で土地を修復し、足の灰で 洪水を抑えたとあります以上が中国に残る伝説ですが、その伝説に基づいて三世代遺跡について語られています。つまり、三聖体遺跡の発掘物は除花であり副儀であると。が本当にそうでしょうか私、林博士の説はかなり違います。中国の伝説とて、世界の神々の歴史のほんの一部にしか過ぎません。 また、そうした視点で見ない限り、三世帯遺跡の謎を解くことはできません。いつまでも同じ迷路の中を堂々巡りするだけです。ジョカーと福に、今日はその謎について考えてみます。